病床使用率が 50% を超えたことなどを受け、先週金曜日、福岡県は福岡コロナ警報を4ヶ月ぶりに特別警報に引き上げました。一方、経済活動や学校教育活動との両立を図るため、現段階で行動制限は行わないとしています。私の周りでは入院したという方はいないので、どういう方が入院されてそういう 50% になっているのかなっていうのは疑問。今まで通りの気をつけ方だけでいいのか、やっぱりもっと気をつけなきゃいけないのかな。これまでにない感染の拡大に戸惑いの声が広がります。私北海道に行きたくて北海道に行きたいけど、なんか行っていいのかって感じで今止まったまま。行くと行くんだみたいな目で見られる。友達に言われたりします。今行くのみたいな。修学旅行行けるといいなと思ってます。10月だからなんかまた制限かけられちゃうのかなと思うと心配ですね。子供たちがちょっと我慢またしなきゃいけなくなっちゃうとは。我慢は嫌い。我慢は嫌い。福岡では先週から多くの学校で夏休みに入っています。気になるのは夏の過ごし方で、プールとかだとやっぱりマスクはしないので、着替えの更衣室ではきっとみんなつけたりつけなかったりだろうし、まあ、連れて行ってあげたいけどどうしようかな。貴重な小さい時期の元気な時期をのびのびさせてあげたいので、子供にワクチンを打った上で消毒とかを気をつけながら過ごしてます。福岡コロナの現在地を確認する月曜日、第7波の疑問を感染症専門医と考えます。ここからは感染症専門医でもあります小倉記念病院の宮崎先生とお伝えしていきます。今週もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さて、現在全国的に見ても福岡でも新規感染者数でいうと、はい、まあ、第6波の倍っていうようなスケールになってきている中で、どうやって行動すればいいのか、まあ、今までよりも自分たちで考えてね、いろいろ行動しなきゃいけないななんていう印象もありますけども、はい、まあ、先生と一緒に皆さんの疑問について、一緒に考えていきたいと思います。はい、まずはこちらの疑問です、はい、本当に行動制限しなくて大丈夫なのかという声、帰省シーズンということもあり気になるという方が多いようです、ね。まあ、政府や自治体からはね、行動制限しないというような現状での声もあるんですけども、ズバリ旅行であったりとか帰省、先生どういうふうに考えてますか？そうですね、まあ、ご自由にどうぞというわけじゃないんですが、まあ、基本的な感染対策をしっかりしていただく、まあ、密になったりする場合にマスクなしで、まあ、大声で喋ったりするような場所は避ける、まあ、あるいは家族をですね、まあ、最小単位の家族で動いていただくというのがよろしいんじゃないかと思います、特に意識してほしいポイントってのはありますか？はい、やはりですね、まあ、高齢者の方あるいはもともとの基礎疾患をお持ちの方と、まあ、接するときですね、ここはやはり慎重な行動をしていただきたいというふうに思います、その重症化リスクの高い方っていうことですかね。そうですね、まあ、行動する上でもね、そういったこう意識をしながらも楽しみを見つけていくというのが必要だと思うんですけども、ちなみに先生お伺いしたいんですが、まあ、県ではですね、無料の PCR 検査というのを、まあ、検査場などを開いて行っているんですね、こちらですね、どこでやってるかっていうのも出るでしょうか。まあ、こういう形でやってるんですけども、福岡県無料検査などと調べていただくと、こういうところでやってますよっていうような場所が出るんですね、まあ、めちゃめちゃ混雑してるところもあるんですよ今。ただあれ意外とすんなり行けるなっていう、まあ、クリニックだったりとか場所がありますので、まあ、ぜひとも自分でお近くの検査場など探してもらいたいんですけど、検査っていうところで言えばいかがでしょうか先生。これ検査は僕はいいと思います、はい、まあ、体調が悪い方が受けるっていうのはちょっとどうかと思いますが、まあ、非常にまず自分がちょっと心配だと、あるいはいろんな方にお会いしたりするときですね、まあ、過信してはいけないんですけど、まあ、検査をすることで、まあ、少しちょっと担保されるのかなというふうに思います、はい、そして特に今ねめちゃめちゃ暑いですけども、そんな中での感染対策というところで、はい、換気というのが呼びかけられているんですよね。はい、厚生労働省によりますと、エアコンでは換気は不十分なことが多いということなんです、はい、換気をするときは窓やドアなど2箇所を開けて扇風機や換気扇も活用してくださいということです、そして熱中症対策のために換気中はエアコンをつけたままで大丈夫だということです、そして換気後はこまめに温度設定を行ってください、
まあ、暑くて窓閉め切りたいところでもありますけど、はい、換気ってのは有効になってくるんですか？換気は非常に重要だと思いますね。特に密になるような環境、例えばあと会話をですねするような環境の時は、やはりやっぱりエアロゾルというのも心配になってきます、はい。まあ、ここで換気をすることでですね、まあ、リセットをかけるということだろうと思います。そして福岡でもね、会見でありましたが、まあ、若い人たちの感染というのも広がっていると、割合も高くなっているという中で、まあ、今入院されている方どんな方なんだろうっていうような情報ですね、こちらです、はい。今の状況を整理しますとこちらですね、はい、県内で今入院療養中の方はおよそ7万2000人いらっしゃいます、うん。その中で入院している方は 1.8% という状況です、はい。そして今確保病床1681床のうち1058床を使っている状況で、中等症以上の方が247名いらっしゃいます、はい。今月に入ってからね、この使用率って50ポイントぐらいぐっと上がってきてはいるんですけども、うん、先生、現状の入院基準であったり、はい、どういう方が入院されてるんですか？入院基準はですね、基本的には中等症以上ということになっていると思いますが、うん、やはりですね、コロナ感染者の方でもですね、もともと基礎疾患をお持ちの方がですね、その基礎疾患が悪くなってきたりするとですね、やはり入院の対象になってきます。まあ、そうなってくるとコロナではそんなに肺炎はないんだけど、もともとの病気が悪化すればですね、やっぱコロナ患者として病院に入院になってきますし、コロナとしてカウントされるということになります、うん。先ほどから先生からもお話もらってますけども、この病床使用率を抑えていくためにも、ご高齢の方と基礎疾患のある方、どうやって、まあ、いわば守っていくかというか、どうやって意識を向けていくかというのが必要になってくるということですかね。そう思います。やっぱり体調がですね悪い方とかですね、やはり大人数でやっぱり高齢者を囲むというのは、ちょっとこの流行期はちょっと避けていただいてですね、やはりいかに高齢者の方を守っていくかということをですね、優先していただければいいんじゃないかなというふうに思います。そうですね、ポイントを抑えてメリハリのある対策というのをどうか心がけていきましょう。